大野純末10月から1954年10月は、日本の実業家、政治家、初代大泊町町長、カラフト銀行専務取締役、大野純末石川県江沼郡、瀬越村出身、1877年10月元や掃除の4、男として生まれる、1897年大阪高等、商業学校を卒業した後北海道に渡り、 小樽の板屋商船に入社する。数年後適齢と共に陸軍に入隊し、満期後も再役して、陸軍二等指揮となる。1906年に、カラフトへと通して、商会に従事する。米国雑貨酒造業を営み、豊原に支店を構える。1911年に、小樽に本店を設ける。カラフト銀行専務取締役に就任。 山9王の商事株式会社を創立し、代表社員を務め、貿易業、物流業、運行業等を展開する。大泊町会議長、大泊商工会議所会頭を兼任し、その後在京軍人大泊支部管内総合会長に就任する。推薦の後、1922年3月31日、大泊町初代町長に就任した。その後、 1925年6月、1929年6月と、計3度にわたり町長を歴任する。貿易業、金融業、物流業などの事業を広く展開し、生涯カラフトの商工産業の発展に尽力した人物として知られている。1925年がカラフトを訪問した際には、オードマディ町,町長として直接で迎え、 大泊町での行刑を共にした。ありがとうございます。